かり変わってしまったな。大崩壊のあの日から何もかもな。変わらないのは俺たちの見た目くらいだ。行こうぜ。過去を振り返ったところで源流は見つからないからな。俺のせいだ。ルイ、何か言ったか？いや、どうして俺は。これはまさか俺の。もう今日の講義は終わったのか？クルスは起きてるかな？ああ、今日は気分もいいみたいだ。早く行ってあげな。はい、面会所。ありがとう。それで、教授はなんて？未知のものが多すぎて頭がみちみちだそうだ。実験早く終わるといいな。具合は大丈夫？うん、なんとか。ルイのお姉さんも見てくれてるし大丈夫だよ。私にしかできないことだし、ルイやみんなが応援してくれるから頑張れる。それより学校の話もっと聞かせてほしい。ルイ、今日も早いね。学校は休みなのかい？ああ、教授たちも研究にかかりきりなんだ。ああ、拒否反応を抑えるのに難航しているらしい。本来なら面会は許されないんだが。そうか。いつもありがとう。痛むか？大丈夫か？私頑張るから頑張るからそばにいてて。俺には。
これは。俺は知らないんだ。レヴナントとして目覚めたのはしばらく経ってからだからな。たくさんの人間が死んだって話は聞いてたが。間違いない。嘘偽りのない俺の記憶だ。クイーン、いやクルスが暴走した時の何もかも見えてしまうんだな。お前には。きっと目を背けたかったんだろう。クルスの暴走を防げなかった俺自身と、そのせいでたくさんの人と姉さんまでも犠牲にした罪から、血類の源流を確保し安定的に血類が供給できるようになれば、レヴナントを血の渇きから解放できる。そうすればシルバによる血類の徴収に苦しむこともない。人間も安心して暮らせるようになるはず。これはけじめなんだ。自分の過去に対する、せめても。だったらもっとシャキッとしろ。シャキッと終わらせるんだろう、この地獄を。心が後ろ向きじゃ前には進めないぜ。ああ、分かってるぞ。それで次はどこに連れてってくれるんだ？どうした？ここの地脈は旧市街地につながってるらしい。は？ちょっと待てよ。地脈は旧市街地からここにつながってたはずだろう。おい、見ろよ。いる女は仲間なのか。Thank you.
事情は分からねえが、女から手を離せ。この霧の中を突っ切っていけってか。迷子にならないといいが。一旦ここで休憩を取ろう。ああ、これか。握り飯って言ってな、携帯食の一種だ。まあレブナントが飯を食ったところで何の意味もないんだけどな。血に乾くことはあっても腹が減ることはない。でもだからこそ食うことに意味がある。戦って血をすすって、殺されて生き返って、また戦って。俺たちの日常は簡単に言えばこの繰り返しだ。ただその度に忘れちまいそうになる、自分が人間だった頃のことを。もし俺が人間だった頃のことを完全に忘れちまったとしたら、それはもう俺じゃない。俺の姿をした何かだ。外見はレブナントでも、中身はロストと変わらない。それじゃ意味がないだろ。俺はレブナントになる前、軍隊に所属していたんだが、任務ではいつもこいつを食っててな。思い出の味ってやつだ。クソみたいな毎日だったが、忘れちゃいけない大切な仲間がたくさんいた。大してうまくもないんだが、この味はあいつらの顔を思い出させてくれる。つまりこいつは俺が俺らしくあるために欠かせない心強い相棒ってわけだ。準備完了だな。そろそろ行こう。この先に血類の泉がある。方向感覚を失うなよ。この霧だ、一度はぐれたら二度と合流できないと思え。よし、ここから泉の流れをたどる。少し待っていてくれ。どういうことだ。旧市街地に戻れということだろう。何か見落としがあったのかもしれない。とにかく一旦旧市街地に。ヤクモ！女一人で血類狩りか。殊勝なことだ。私だって手荒な真似はしたくないの。おとなしく血類を渡してくれる。嫌だと言ったら奪い取るだけ。遅いな。子供？ミアから離れろ。ニコラ、どうして出てきたのよ。だってミアが暴走しかけてる。血類を狙ったのはその子のためか。この子に手を出したら心臓
臓をえぐり取るわよ。ほら、受け取れ。そいつのためだ。早く飲ませてやれよ。ダメだよ。これはミアが飲まないと。バカなこと言わないで。ほら、早く飲んで。症状が回復しない。なぜだ。足りないのよ、きっと。おい、お前一人じゃ無理だ。ありがとう。でも大丈夫だから。さあ行こう。なあ、悪いんだけどよ。ああ、分かっている。おうぞ。何か来る。すまないな、時間だ。あまり寝坊しちゃダメだよ。いや、きっと怒るだろうな。入れ、二度と外には出られなくなる。本当にいいのか。ミアは僕が守るから。敬意を払おう。お前はその覚悟を。雪の降る山、ここに何が。一緒にいたのは間違いなくあの男だよな。二人は知り合いだったのか。どうなってんだ一体。
あの光景は一体。まずい、ロストが始まりやがった。早く血類を。よし、収まったら一度拠点に。ミアは僕が守るから。待って、ニコラ。でも、今のは…しかしどうなってんだ、肝心の地脈がどこもかしこも旧市街地に流れてるなんて。少なくとも源流への鍵は旧市街地にある、それは間違いないだろう。けどよ、行けるところは全部。旧市街地に女神像があるのは知ってる？あれにちょっとした仕掛けがあるの。なるほど、そういうことか。お前もう歩き回って平気なのか？もう大丈夫。迷惑をかけてしまってごめんなさい。何かお返しができればいいんだけど。今の情報で十分すぎるくらいだ。あの、あなたたちにお願いがあるの。ここに行く方法を教えてほしい。埋め合わせは必ずする。お願い、どうしてもここに行かなければいけないの。教えてやりたいのは山々なんだけどな。具体的な道筋はまだわからない。正気に閉ざされた先にあるというくらいしか。そう、
ごめんなさい、急に変なこと。方法がないわけじゃないぜ。こいつのおかげで俺たちは正気の先に進むことができる。一緒に探索を続けていけば、雪の降る山に続く道を見つけられるはずだ。まずは俺たちの目的に協力してもらうことにはなるけどな。どんなことでも協力するわ。それで、あの場所に行けるなら。交渉成立だ。よろしく頼む。こちらこそ。よし、これで決まりだな。今日からお前は俺たちの仲間だ。仲間？俺はヤクモ。こっちの偉そうなのがルイ。でもって、あれ、村雨とイオはどこ行った？君さえ良ければの話だが。ありがとう。そういえば、まだ名前を聞いていなかったな。ミア・カルンシュタイン。戦う力はそれなりにあるつもり。あ、まったくだ。ひどい目にあったぜ。よろしくな、ミア。装備しっかりメンテナンスしといたよ。サンキュー村雨、いつも無茶言って悪いな。今度こそ血類の源流が見つかるかもしれないんでしょ。王国楽しみにしてるよ。これだけの品揃え、あなたが一人で集めたの？あ、元気になったんだ。あなたのこと気になってたんだ。多分同い年くらい？よかったら友達になろうよ。ああ、そういうやつなんだ。適当に流してくれればいい。こらこら、イオちゃんには必要ないでしょ。怪我すると危ないんだから。そうそう、むやみに戦場に出るもんじゃないぜ。家で待っててくれる仲間がいる。それだけでもこっちは嬉しいもんだ。ヤクモが悲しい目をしています。ああ、もう二人してそんな目で見るな。大した話じゃない。大事な仲間、家族みたいな奴らだ。大崩壊でチリジリになって以来、どこにいるか生きているかどうかもわからないが、ずっと探してる。知らない場所へ行くたびに。何にしても俺は恵まれてる。ロストになりかけて地獄行きは目前。そんな俺を引き取って看病してくれたのがあいつらだ。まったく物好きもいたもんだ。俺はどんなことがあったってあいつらを守る。俺にとって仲間ってのはそういうもんなんだ。まあ今は面倒見るやつが3人も増えちまったから大変だけどな。ほら、だからもう心配すんな。
へえ、珍しくご機嫌じゃないか。俺のことか。あんた、いつも死んだ魚みたいな目してたからね。今の方がよっぽど生きてるって感じがするよ。よかったじゃないか、いい仲間に巡り会えて。いい仲間か。なあ、そうだな。皆さん、もうお休みになられたようです。どこか明るくなったような気がします。空気がというのでしょうか、ここに初めて来た時よりもずっと。どんな困難に阻まれても、あなたにはそれを乗り越えていく力があるようです。不思議な人ですね、あなたは。最近わからないことがあるのです。私も皆さんと同じように、叶うことならばあなたと一緒に何かを変えていきたい、そんな風に思うことがあるのです。でもそれは無理なこと。戦う力を持たない私ではあなたを危険にさらしてしまう。私は私がやるべきことをやるべきままに、そうするべきだと思っています。でもわからないのです。体の内側からこみ上げてくるようなこの不思議な気持ちが一体何なのか。どうなのでしょう、わかりません。何かに突き動かされるようなこの気持ちは一体。今までの泉は全てここに繋がっていたのか。行こう、この先にきっと血類の源流がある。